国立がん研究センター東病院で乳がん看護認定看護師をしています木村由美子と申します。本日はリンパ浮腫の実践編ということで、セルフリンパドレナージについての方法と手順についてお話ししていきます。炎症、感染症などが急性期の場合、心不全の治療を行っている方、深部静脈血栓症の方、ドレナージを行うことで症状が悪化することがあります。ドレナージを開始する前に医師に相談し、必ず医師の指示に従ってください。またドレナージをする部分が熱を持っていたり腫れたり痛みがある場合は、症状が落ち着くまでドレナージは行わないでください。ドレナージを行う際に意識してほしい4つのポイントを説明します。ドレナージは毛細リンパ管に対して行います。皮膚表面より3から5ミリの深さに分布している毛細リンパ管に対して行うため、ゆっくり優しく行ってください。手のひらを皮膚に密着させて行います。流す方向に優しく圧をかけ、皮膚を伸展させ、伸展した皮膚をゆっくり圧を抜きながら戻すサイクルで行います。1秒に1回を目安とし、ゆっくりしたペースで行いましょう。それではドレナージの実際を行っていきましょう。前処置とは、むくみがない部分のマッサージをしてリンパ液を受け入れるための全身のリンパ節の流れを活発にする準備のために行います。前処置はむくみのある部分のドレナージを始める前に必ず行う必要があります。それでは前処置の方法を説明していきます。両肩を大きくゆっくりと動かしながら後ろに10回回します。この時腕を回すのではなく、肩をしっかりと回すことを意識しましょう。次に腹部のマッサージは、おへそを中心として時計方向に優しく手で撫でます。さらに腹式呼吸を行います。この時手のひらを軽くチコズブに乗せ、鼻から息を吸ってお腹を膨らませるようにして、少しずつ全部しっかり息を吐き出すよう5回行いましょう。この時はお腹を上下に動くことを意識しましょう。上肢リンパ浮腫のセルフリンパドレナージの方法について説明します。今回は右上肢にむくみのある方のドレナージを行っていきます。左液下に手のひらを密着させ、そのままゆっくりと皮膚をずらすように円を20回描きます。手術と逆の左から、手術した側の右の前胸部を左鎖骨の下、中央、右の鎖骨の下と3分割し、順番に左液下リンパ節に向けて皮膚をゆっくりずらすように行います。手術側と右鼠径部に手のひらを密着させ、くぼみの奥にある鼠径リンパ節に向けてゆっくりと円を描きます。右の体側面を腰の部分、ウエスト部分、胸の下部分、胸の脇部分、右液下の下部分と5等分して
順番に右鼠径リンパ節に向けて皮膚をゆっくり5回ずつずらします。むくんでいる腕側の肩から胸を横切るラインに向かってドレナージを行います。二の腕を外側、前面、後面の3箇所に分けてドレナージをします。脇の下に近い方から始めて肘の方に移動します。手のひらを1つ分ずつおよそ3つに分けて進んでいきます。肘の前面と後面のドレナージを行います。1箇所5回ずつさすります。肘から手首までの間のドレナージを行います。前面と後面の2箇所に分けて行います。3つに分けて進んでいきます。1箇所5回ずつさすります。右手首に手のひらを乗せ、肩先に向けてゆっくり皮膚をずらすように行います。次に主背を手のひらに全体で覆い、皮膚をずらすようにします。次に手指全体に手のひらを乗せ、肩先に向けて皮膚をずらすように行います。下肢のリンパ浮腫のセルフリンパドレナージについて説明します。今回は右下肢にむくみのある方のセルフリンパドレナージ方法について説明していきます。むくんでいる足と同じ側の脇の下に手のひらを密着させ、そのままゆっくりと皮膚をずらすように円を描きます。右の脇の下から足の付け根までを、右脇の下の部分、胸の脇部分、胸の下部分、ウエスト部分、腰の部分と5等分に分けて、1箇所5回ずつ、脇の下に向けて皮膚をずらすように行います。右太ももの外側の流れを作るため、足の付け根から順番に膝までの間を足の付け根の方向へ皮膚をずらすように行います。右太ももの前面を足の付け根から順番に膝までの間を太ももの外側方向へ皮膚をずらすように行います。
右太ももの内側を足の付け根部分から順番に、膝までの間を太ももの外側方向へ皮膚をゆっくりずらすように行います。右太ももの後ろ側を足の付け根から順番に、膝裏までの間を太ももの外側方向へ皮膚をゆっくりずらすように行います。右膝を両手で包んで、太ももの方向へ皮膚をゆっくり動かします。膝の裏のマッサージは、皮膚を軽く押し込むように動かします。膝下に手のひらを置いて、膝の方向へ皮膚を動かし、足首まで続けます。ふくらはぎに両手を置いて、膝裏の方向に皮膚をゆっくり動かして、足首まで続けます。足首全体に手のひらを置いて、膝の方向へ皮膚をゆっくり動かします。足の甲に手のひらを置いて、足首の方向へ皮膚をゆっくり動かします。今までドレナージをしてきた道を、むくんでいない脇の下まで戻っていきます。今回は左脇まで戻っていきます。最後に肩回しと腹式呼吸をして終わりになります。最後に足の甲から足の付け根まで軽くすり上げて終わりになります。以上でリンパ浮腫のセルフリンパドレナージの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。